邪魔やな、豚。なんだこれ。スパイサラお尻叩きますからね。うまっ。うまっ。言わせる、うまい。よかった、よかった。なんかおだしちゃんとね、鰹節で取ってくれたから、普段のレトルトのよりは優しいと思います。でもなんかそうなんです、続きで僕の動画でも2人なんか作ってもらえて、逆にプロダンさんも作ってほしいです。確かに作ってもらったからね。はい、いいですか、逆に次、続き僕の動画で2人で作ってもらう。もちろん。はい、ということで続きなんですけど、なんかプロダンさんの方でね、何でしたっけ、犬の餌みたいな。ひどい、ひどい。よそよつめのやつって、はい、あれめちゃ美味しかったですよ。ひどい。あれ見た時に、ね、作ってもらいたいなと思ったんです。なんかいいなと思って謝ってよ。どこの部分、どこの部分、どこの部分、リコンしたところ、どこの部分、どこの部分謝んの。ということで続きは僕の方のこれ事務所に戻ってきまして、逆にお二人に即席で最初逆パターンでやっていきたい。あ、そういうことか。逆に作ればいいです。で、もうめっちゃ短いの作ってほしいです。逆に。あ、もう短時間でいける。短時間でいける。デイトレードしたいから。あなたがケツあるからでしょ。でも、あとは用事がね、あるんですよ。用事、仕事ね。用事ってアホっぽい言ってたいな、自分。じゃあ、なんか、失敗したらお尻叩きますからね。ねえ、どうにかしてよ。ということで、唐揚げとか作るし、料理得意でしょ、唐揚げもやってるし、確かに。お二人に即席で作ってもらいます。すいません、はい。3分クッキングとは言わないですけど、短いやつ。わかりました。はい、作ってもらいます。今あるやつだけでね。結構あるっすよ。別の動きしていいんですか。別の動きで、だから熊田さんが司令塔で、あーで、あれ一品作るってことだ。まあ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 、あ、でも簡単なやつちゃちゃってできればいい。ちゃちゃってできれば、まあ男の子好きなやつでいい。オッケーオッケー。確かに男の子が好きな料理を食材は言ってめっちゃあるんで。ないない、いやいやいや、食材とかそれを、あ、間違えた、お酒はある、すげえこの果実酒ワインそれ。だから全然、だからお肉がダイエット中なの。肉はあります。まあね、これはそう、チキンとまた一緒じゃん。エビあります。またエビ。ただ一緒じゃないところ見てください、賞味期限見てください。賞味期限は、賞味期限は10月2日、はい、明日まです。プロダンさん、プロダンさんとこ賞味期限、肉が6月だったでしょ。食えるって。いや、これ料理酒じゃん。醤油？料理酒も欲しい。醤油ない？お砂糖。ちょっと一個。砂糖は出してあるやつですね。これこのまま食えるの？食べて、はい、食べていいですよ。食べていい。あ、醤油ちっちゃいやつ。砂糖は、砂糖どっか出してる、出してる。あ、うまい。それ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 。いや、これ片栗粉。それ片栗粉。すげえうまい。あれ？めっちゃ寒いと思ったらエアコン真上にあるんだ。ここすごいな。何に使うかわかんないな、これな。あとごま油は？ニンニクは？よし、これでじゃあフライパン、もう一個フライパン、フライパンいるやろ、フライパン、あ、いるいる、絶対いるでしょ。なんだこの開き方は。お前らメインブラックの武器みたいな。あと、うまくなったなあんた。じゃあプラさん、これちょ、開けて、お互い、これいっぱいやって開けよ。そんなゲーム流行ってんの。お願いします。二人のコラボの時あれや、それ。もうちょっと出すよ、もうちょっと出すよ、お肉切るのもこれでいいですか。まあいいです、いいです。ポリ袋、ポリ袋、はいはい、ポリ袋、はいはいはい、これね。違う、ゴミじゃなくて、あ、揉むやつ。そう、揉み込みたいから。ね、手袋はね、ゴミ袋しかない。大きいやつ。何これ、大きい。こんな皿あるんだ。これすごい、これ見せた方がいい、この皿。どれどれどれ、これ。いえいえ、灰皿。これすごい、これ灰皿やつ。それウォリーを探せ。これでやるか。お前、あんな、そんなん、量、あんな視聴数いくな。腹立つで。プラタン、これ、ちょっと、この半分ぐらいに切ってきてくれる。半分、え、これを切るの。あ、じゃあ、うん。ここ、ここ、ここ。え、何切ればいいの、ハサミ。何。時短ね、時短。全てがおしゃれなんだよな。プラタン、チン可能な陶器の。何このハサミ。陶器のお皿があった方がいい。陶器の皿ね。はいはい。陶器の皿。この中に大さじ1。そう。本当に。あ、なるほどね。どういうこと。水、水入れる。じゃあ、じゃあ、なんやねん、なんやねん。お醤油。伝次郎の実験だ。お醤油ってどこ。背中側にあった。あ、こっちか。あれじゃあ、鶏胸肉ね、鶏胸肉。大さじ1入れます。このキッチンは見やすいね。大さじ1入れますよ、はい。いいな。大さじ1、大さじ1、ちゃんと測れや。味がさ、変わってきたから。まあ、いいか、大体。測れや。グランメゾンやってんの、ここ。
つく。あんまり受けへんなんじゃないねん。なあ。こうやって真剣にやってんのよ。グランメゾン東京をこう。大さじ1やって。大さじ1で。これで出したでしょ、ここに大さじ1。そうだ、そのためにやって。俺、いつか測ったことないもん。マヨネーズ大さじ1。マヨネーズ大さじ1な。じゃあこれありますよ。じゃあこう。うん、そうそう。こういうことね。マヨネーズひっつくからちょっと多めに持ってね。あ、そういうことか。ひっつく分があるから。そう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 言われんで分かるでしょ。言われません会社でも。言われてできるやつは普通やって。まあ確かにね。うん、できないタイプなんだ俺。で何？小さじ1ぐらい。小さじ1？何ができんのこんなの。確かに。味つけてる。それすごいよこの、うん。ね、ポリ袋に入れてやるっていう発想が。新しいね。ニンニクちょっと入れて。ニンニクちょっとね。鶏胸肉。この中入れていきます。なんで鶏胸肉にしたかお二人わかりますよね。どういうことなんで筋肉一番バカ野郎だから。そうバカ野郎。うわこれいい。うわこれ絶対うまいわ。で味付けれるか本当は、はい、一晩とか。あ寝かすんすか。生姜焼きみたいに。すごい味がそう染みるけど。うわこれ、まあ、でもこれだけでもめっちゃいいそれ。でそれ焼く前に片栗粉ちょっとつけた方が。うわ絶対うまいわ。ね、うわこれめっちゃうまいぞ。え、うん、こんなもんですか。もうちょっと火通します。こんなもんでいいです。あやさん本褒めてください。頭、よしよししてください。こんなもんでいいですか。オッケーです。はい、じゃあプロさんもう焼いてください。はい。焼けばいいの。ボイルにしちゃうかな。遠すぎて何してるかでどうかなこれ。あの何が落ちてるかわかんない。しょうがないの。片岡さんが戻ってこないから。片岡さん。全然落ちてる。一緒なんかして片岡。全然落ちてる。全然落ちてる。もうちょっと落ちるんですか。このぐらいかな。はい、結構落ちてる。もうね、あと火入れたら終わり。めっちゃ早い。ちょっと待って待って待って、油しいかないと。油しくんの、うん。オリーブオイルとかにするか。はい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 。オリーブオイルでも。あ、オリーブオイルにするか。ポリ袋もう一個。半分に切りたいんですよ。はいはいはい。半分に切ります。あ、これあります。オリーブオイルで、キッチンペーパーある。キッチンペーパーある。準備してきますよ。はい。キッチンペーパーある。キッチンペーパーある。キッチンペーパーはいはい。本当はね、ポリ袋使えばいいだけだから。はいはいはい、はい。そしたら、はいはい、いい感じ。で、ボイルにしようかな、ラファさん。ボイル、ボイル、うん、オッケーオッケー、ボイルね。すごいな、めちゃくちゃなんかお客さんめっちゃ来てるみたいな動きしてるね。じゃあ約30人行くのそれ今から。30人今から。まあ大体なんですけど、こう大さじね。これぐらいか。もうちょっと。あ、いいオッケー。これぐらい。でこれ大さじ1かな。大さじ1。また違うあれポリ袋。はあ、なるほどね。でもうこれで。大さじ1で大さじ1で。大さじ1でしょ。うん、大きいスプーンね大さじ1。これぐらいこれぐらいじゃない？これぐらいでしょ。こんな大さじ1でしょ。入れてない。もうちょっと入れていい。入れるや。オッケー。どういう言い回しですか。でもう味付けのは終わりだから、あと焼くかボイルして終わり。へえ、早っ。早っ。だからこれを使うと手で洗わなくていいから。なるほどね。あとはだから手こんな綺麗なんだ。ね、あとはこのまま冷蔵庫に入れとけば。プロ団の動画でもずっと褒めてんねんけど、無視されて全然。これ冷蔵庫入れとけば、はいはい、焼くだけでいいから帰ってきてすぐ食べれる。確かに確かに確かに。あ、そういうことか。そうそう。え、本当手汚くなってないですか。握手して確かめてみてもいいですか。全然すごい豆が豆一緒ちょっと手当ててから。私も豆あるんで。待って、結構しっかりガッツリしてた手が。手がすげえ。めっちゃ強いでしょ。これやばくない。この前腕、すごいですよこれマジ。動画では伝わらないですよ。すごいですよ。手、大丈夫これ、綺麗。大丈夫、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 大丈夫。で、エビもボイルしちゃいます、横のエビもボイル。はい、もう火が通れば。だから本当はこれね、もやしとかでもいい。もやしとかだとレンチンで終わるから。へー、すごい楽なんですよ。そうなんや。で、トータン、じゃあそれ焼けますか。はい、なるほどね。中さん、ザルもいる。ザル、オッケー。で、これ、パコって入れちゃっていいの。パコって入れていいですよ、フライパン大きいから。うわ、普通にうまそうだなこれ。うわめっちゃいいこれ。皮が下の方が、皮最初にね、うん、カリッとして。油が出るから。どうこれ。めっちゃうまそうだ。めっちゃいいやんこれ。あー、これはうまいやろな。味が染みてるかどうか。これはうまいぞ。今日早いですよね。今日めっちゃ早い。いやこれすごいね。しかもプロタンさんの家から来たからすっ怖いキッチンが動きやすい。確かに。
すいませんね。すっきりしてるし、スペースなんか、あもうこれどこ置こうかなっていう動作がないから。プロダンさんの動画先見てください。くっつきた家が、熊田さんと一緒に公開してるの。家が本当にぐちゃぐちゃ。だって撮影に行くって知ってて、突撃したわけじゃないんですよ。今日やりますよって決まってるのにもかかわらず汚い。なぜかね、あれがねいいんですよ、なぜか。あ、リアルがいいからですかね。ファンとはまだ違うんですよ、別に。なるほどね。これはちょっとね、ほんと番組っぽくなったの、まあね、ここに。確かに確かにね。ここなくなったんですもんね。そう、そうなんですよ。綺麗すぎるわ。うちのテレビこれがあったから買ってもらえたから。あ、そう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 。何、どういうこと。家電量販店行って熊田さんになんかやったら貢ぐみたいな。え、買ってもらったんですよ。え、何を買ってもらったんですか。テレビと、テレビとか。え、なんか子供のいろんな、いろいろ買いましたね。そう、ゲームソフトとか。すごいな。そう、1年に1回やってくれるみたいで。マジか。言ってない、言ってない、言ってないでしょ。もうないでしょよ。知らんじゃん、誕生日聞きたくない。いや、聞きたくない。5月13日。もうもうできるやん、言うてもうできるやん。皮がパリッとしたらじゃ裏返しましょうかね。そう、すごい楽。うわー、邪魔やな、蓋。いやー、うまそう。多分ね、マヨネーズ苦手ってか、ない方がいいって方も、はい、マヨネーズの感じあんまりしないと思うんですよね。これも絶対好きでしょ、うん、マヨネーズ食べたら絶対好きだ。お弁当とかにもいいと思う。じゃあ、プロさん、そのエビをこの中にちょっと揚げてもらって、もうボイルできたんで。え、全然熱くないよ、ここ。そこ熱かったらいいですよ、プロさん。やけどしちゃうから。はいはいはい。そしたらその水を切ってくれたエビをこの中に入れて、おー、なるほど。で味付けます。これは鶏ガラスープと、これ絶対うまいわ。逆が良かったんですよ。え、どういうこと。こうやってやったらカメラ、カメラ丸かけた。いや、いい、大丈夫、ラワさんの誕生日だからと。ふざけんな。で、これで揉めばいい。なるほど、これ絶対うまいな。味付けから結構熱いな、これ絶対うまいな。結構熱い、結構熱い。いや、おかしいってそれ。これはこれで、はい。うわ、優しい、うわ、優しい。絶対、1回目だからね。手もちょっと支え、一緒に。そんなのいい、ないな。もういいですか、これで。じゃあ、味じゃあ染みさせておきましょうね。へぇー、すごい、これ絶対うまいな。これ染みさせておくんだ。うん、で、今作っといて、冷蔵庫で冷やしても美味しいし。へぇー、これ絶対うまいやん。パセリ入れます。やばいね、パセリ、パセリないんですよ。パセリとかやばそう。なんかね、ちょっと待って、こっちやばくない。もういいんじゃないの。焼き具合これいいんじゃないですか。お皿、お皿、ラカさん、これもいいんじゃないですか。あ、その反対側見た方がいい。ちょっと怪しいかな。いや、まあ、もう半分レアとかも美味しくない。お皿が強い。毎回ね、ちょうどいいやつください。ちょうどいい、おしゃれだ。あー、数字、はい、いか。あ、フランクミューラーだ。はい、うん、もうどこのとか全然もういい。もう借金とかでいいから。いか、じゃあプロから、はい、盛り付け、ここ、ここ大丈夫ですよ、これ。どうすればいいんですか。中になんか、高さを出すんですよ。あ、高さを出すんですか。盛り付け、高さを出すといいみたい。こことか。もうちょっとじゃあ、お箸で綺麗にして。ロケットのメダルみたいな。箸どこ行った、箸どこ行った。箸、箸上、この上です、上です、上です。これ左、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 左か。そう、上です、上です。プロダさん、届かんない。あ、上げた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 、クソ。どれだけ、背伸びしてる、背伸びしてる、背伸びしてる、積み重ねればいいんだ。ねえ、なんか神社の上にある、なんかね、石みたいな。センス出るんだね。人埋まってんだから、その下に。高さ出せって言ったら、高さ出せ、綺麗に見えるんです、その盛り付けすると高さ出せ。あ、そういうことか。これブラックペッパーかけてもうまいんじゃない最後。確かに。でもね、酒飲みはね、酒飲みは、あの、やだ、かけないでよ。かけない、かけない、かけない。味の素、味の素は、ね、もう台無しにするのやめてください。味の素ちょっとぐらい、味の素自分が食べるやつだけにしてください。味の素、これ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 、味の素否定したら、ホリエモンさんが怒りますよ。否定はしてない、勝手に自分でこれで完結してるんで。あ、ごま、あ、ごまあってもよかった、ごま。いや、大丈夫、いい、大丈夫、筋トレと思うから。こんな感じでね。あ、いい、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。こうやって、あ、いい感じやわ。うわー、うまそうだな。なんかこういう時にちょっとパセリがあると、まあ確かにちょっと緑、彩りが全然違うですね。パセリあんねんな、俺なんであんねやろ。さすが、あ、ジャラコさん、いい感じに。なんであんねやろ、パセリ。最高、最高。オッケー、うわー、すごいぞ、これは。これすげー、めっちゃ早いぞ、ほんまに。うわ、すごっ。ちょっと食べますか、移動しましょう、移動しましょう。いや、これはすごいっす。ありがとうございます。優しい、開けてくれる。じゃあいただきます。早いな、俺折れへんな。はいはい、早いな。いや、すげえ。そっか、この画角がご飯が入るからこれがいいんだ。そうなっちゃいますね。はい、ということでありがとうございます。
完成しました。いやうまそう。これすごい。確かにパセリ緑あるだけで全然違うっす ね、 ね、しかもこの皿に生きてる。なんか確かにエビはもうね色があるけど、うん、このエビ絶対うまいと思う。あの何ごま油と何ごま油と鶏ガラスープの素。うわ絶対うまい。鶏ガラスープの素はほんと万能だから、うん、じゃあ食べてみていいですか。はい、いただきます。なんで俺行きますよ。さっき引っ張られてるの自分で。いただきます。普通俺やろ一番最初食べる。うわうま。無事もうよかった。いただきます。なんで俺は、うん、俺いつ食べるの。つけたらもっといいから。うんうんうん、うん、ソースっていうか一日つけたらもそう、ちょうどいい、ちょうどいい味付け。ラフさんはね多分舌がちょっと、うん、いや俺ちょうど好きだわ。もっと濃い方がいいって言うと思う。まあ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 。あ、舌の方食べたらもっと味が濃い。味がちゃんと、うん、うまっ。うまっ。あんな簡単に。そう、めっちゃ簡単なんですよ。ナムルは好きです、うん、ナムル、ああだからナムルや、そうや。そう、もやしをもやしナムルや、うん、電子レンジでチンして。あ、そうや。そう、で、それをポリ袋に入れて、うん、ごま油と鶏ガラスープの素入れて揉んどけばもうそれで一品作れるから。絶対うまい。でそれね、子供も大好きなんですよ。うわやっぱうちすごい出すメニュー。あーこれもう定番なんだ。ほんまにその味やわこれ。うん、確かにめっちゃうまい。なんかうちも焼肉屋さん行ってもやしのナムルばっかり頼むから子供が、うん、いやあれうまいっすよね。確かにあれ一番うまいわ。一番ではないけど焼肉屋さんとかお肉がやっぱ一番。確かに一番ではない。一番、ね、下の方でしょ、だいぶ、うん、下でもないけどね。下でもない。え、これチキンももらっていいですか。チキンどんな感じか食べよう。はい、これマジでだリアルに10分かかってないぐらいの。これが鶏胸肉って誰がわかるんだろう、こんな見て。あ、柔らかい。うん、うん、だって生姜焼きっぽいですね。うわ、めっちゃうま。うんうん、柔らかいわ。しっかり味が染みてる、うん、うわ、うまっ。おいしい。あ、うまっ。うん、やったー。この切り方がいいんでしょうね。そぎ切りにしたから、うん、ね、それがいいんでしょうね、うん、だからすごい安くて量があって、はい、なおかつ、うん、ね、筋肉自慢男の2人にもすごい、うん、僕は自慢男で、僕は自慢男彼ですから。すごいいいでしょ。うまっ。これマジでうまいわ。うん、おいしい。めっちゃうまい。ママですね。こんなん作れるんや、サクサク。で、残ったら次の日、うん、あのお弁当にできるね。うわ、怖いな、うん、冷凍したらプロタンみたいにね、3ヶ月後もいけるしね。いやいや、冷凍したらで賞味期限関係ないから。味落ちちゃうからやめよう。冷凍したら賞味期限関係ない派って言いますよね。いますね、うん、でもなるべく早い方がいいんですよ。いや、もう時止まってるんですよ、冷凍庫の時は。ウォルトデズニーかよ。ウォルトデズニーか。嬉しい、気に入ってもらった、うん、まあ、これマジでうまいっす、ね、毎日作りきてくださいよ、家に。嫌です。何の利益があんの、私に。何にもプラスがない。他、うん、にくれます。じゃあちょっと後で考えます。ケチやろ、お前、ね、意外と、ね、なんかそのあれ撮ってほしい、さっきプロダンさんのチャンネルの方で言ってた、うん、バツイチ2人の、うん、デートって言うとなんかあれやけど、やりましょうよ。バツイチしかわからないやつなんかあれやけど、やでもう男としては手も繋いでないんじゃないですか。もしかしてどういうことですか。もう食べながら喋ってもう。いいね。ね、なんか手も繋いで、繋いだ、最近いつ繋げましたって。だから最近、だからそういうのが うん、なくても大丈夫になってきてるんですよ。いや、だからそれ自分で肯定しすぎちゃって、肯定、うん、じゃあ自分で閉ざしちゃってるだけで、封印してるだけじゃんじゃない。でもその欲求がないんで、ポールダンスがあればいいっていうか、うん、あ、燃えるものがあるからね、今。そう、はい、でも余計なもんじゃないからいいんじゃないですか、一応企画として。余計かもしれない。平気なことしてんの。ねえ、というわけじゃないですけど、それいい、面白い方じゃないですかね。確かに。今だって、ねえ、取り上げてたら。だって今、初々しいカップルが、うん、やっぱバズってるかもしれないけど、うん、大人のバツイチの、熟練ね。いろいろありすぎた2人ね。熟練の、確かにな。あの、お茶デートいいんじゃないですか。意外と需要あるんじゃない、バツイチで、バツイチでお子さんもいらっしゃって、うん、もう恋愛とか忘れたみたいな主婦の方って、たくさん、別に幸せですけど、いっぱいいると思うんですよ。うんうんうん、ただ、ただ、別にいらんねんけど、うん、それはそこはそこでなんか需要あるというか、うん、なんか。なんでラファダンそれさせようとしてるんですか。いや、なんかそれおもろそうやなと。確かにバツイチ2人のデートっていうワードが聞いたことない。バツイチ2人の花屋敷デートとかどうですか。わざわざ行くの。浅草の花屋敷デート遠いな。ロケ、ロケ、ロケじゃあ誰かついてきて、ついてきてください。俺は嫌です。ユース、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 2人で、2人で、2人でプロダン2人になるんです。2人で iPhone で何にも出てこない。面白いですか。プライベートで、これ iPhone で、全然面白くないじゃないですか。面白い、面白い。いや、こうやん。いや、テレビに慣れすぎですって。 YouTube やっぱこういうもんなんだ。なるほど。まあね、こうやって、うん、わかりますよ、自分、うん、あのスタッフさん、私もいないんで、自分のチャンネルが、うん、じゃあ、そっちいいっす、そっちの方がリアル出るんで。リアルは出ないでしょ、うん、プライベートこんな声発せないもん。いや、だから、半内熊田を見てみたい。もう、じゃあ喋んないですよ。え、まあ、リアルは、リアルは、え、また喋んない。熊田さん、リアル喋んないですか。え、じゃあ、
その誰かとどういうとこ行くかによって違いますけど、うん、そういうのを見たいって人もいいんじゃないですか。でも、でもカメラ入ったらやっぱオンオンになるじゃないですか。なりますね。そうそうそう、それはいくら自撮り棒でも、うん、そう、それか GoPro つけましょう、ここに。全然ときめがない GoPro つけた2人で。いや、で今日は違う、ランナーさんも心配しに来たんですか。あ、そうそう、もともとね、そうそう、そのこともあって、いろいろ何やかん連絡取って、ほな一緒にコラボしましょうみたいになって、いろいろあったでしょ。そうそうそう、いろいろあったというか、まだ渦中ですもんね。そうそうそう、ほんとそうなんですよ。ずーっと捕まえずに動画出して引っ張ったのかと思って、ガチで言うといつでも捕まえれんねんけど何度も言ってるんですよ。いつも捕まえれんねんけど、ぶっちゃけ正直ね、あの数字が伸びてるからね、数字が伸びてるから引っ張ったのかと思って、また片岡の詳しい情報知ってるやつが来たんで、そうそう、片岡の学校母校行ってみたり、先生に聞いてみたりとか、あと別れたほとんどのとこ行ってみたりとか、もあの彼女に会ったりとか、友達に会ったりとか、もういろんなとこ撮るから、何本でも撮れるんですよ。はい、それ面白い、それもう…それもめっちゃ面白いじゃん。最後の方には片岡一人出てきてるんじゃねえの。もう混乱しますって。それはだから僕もちょっとぐらい仕返しさせてくださいよ。そりゃ、あ、まあそりゃね、うん、ダメなことやっちゃった、うん、それが本当ならね。そう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 、うん、まあでもお母様が動画で何回も言ってるんですけど、うん、めちゃくちゃいいからたまたま連絡取って、うん、親一人子一人で育てて、うん、親がいい人でもやっぱああいう子って生まれるんですね、生まれて育つんですね、うん、なかなか多分親のレベルの中でもなかなか珍しいぐらい優しいですよ。へえ、難しいですよね。うちらもめっちゃ厳しかったけどな。私も何回かお会いしたことありますけど、すごいいい人でしたけどね。はい、だから普通に会う分には動画上でも会うし、ね、あ、そう、まあ撮ってもらったりとか、なんなら中さんと片岡さん言い合いっていうかなったけど、私は片岡さん派だったんで、片岡さんの気持ちを代弁してラファさんに怒ってるぐらいですよね。いい感じではあるんですけど、でもまあそういう手癖があるから、そう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 、なかなか、あれを見て、お母さんと電話した時に、教育って難しいねなと思いました、ほんまに。なあ、確かにね、この親でこの子供生まれるんやと。だってあれですもんね、めちゃめちゃ教育よく勉強しなさいとか、理工にエリートで育てられた子って、はい、めちゃめちゃドスケベになりますからね、女の子とか。それやりまんになりますよ、普通に。いやいや、それ光みたいなこと言うな、そんなことないって。マジマジマジ、そんなことないって。結構スケベでエロい、なんか誰でもエッチしたみたいな女性の方が話聞くと高学歴って多い。だからちゃんとこう型にはまってる感じで、制圧された環境で育てられてると、そこを破りたいってなるんですよね。その説あるじゃないですか、みんなそうやって言うんですよ、うん、みんなそんな女の子なんだかんで言うんですけど、うん、そういう思考の言ったらこっち側もエロいというか、うん、それで携われるジャンルにいるわけじゃないですか、うん、そこの周りにそういう子がいて意外にそうなんだってなってるだけで、うん、その女の子は違うジャンルにもいるんで、うん、そこのコミュニティ見たら、うん、やっぱりいい子はいい子やなって言うんですよ、うんうんうん、そういうことか。そうなんですよ、自分が手出せる範囲のコミュニティにその子がおるから意外やなってなるんですよ。なるほどね。僕はなんか両方見てるんで、そう思います。ああ、そういうことか。そう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 、俺はこっち側の視点でしか見てないからってこと。そう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 、どんなところにもいろんな子おるかなと思うんですけどね、会う人で。あとその人もこの人とはそうだけど、この人とは違うかもしれないじゃないですか。まあ確かに、そうそうそう、ね、ご自身のこと考えてもね、うん、いろんな人に見せる顔違うじゃないですか、うんうん、いや同じですよ、熊田さん同じ。え、あの124人のリスト全部同じ。いやいや、まあ、なんでマイナス3されてるか分かんないけど。127なんだ。熊田さんには負けます。どういうことですか。過去の全員ね、うん、どういうことですか。丸の字でも何の話。え、過去の人が全員熊田さんに負けるんでしょ。ああ、まあまあ、そういうことです。いや、違う感じで言ったんです、多分。あなたの過去には負けますよってことですね。そういうことじゃないですよ。そういうことじゃない。まあまあまあ、いいじゃないですか。そういう意味、そういう意味。だから、いいじゃないですか。みんな、こう、美味しいご飯食べれたんだから。うん、本当。確かに。はい。なんで、この、人それぞれありましたけど。なんで、この、上にこれ、さらっくなんで、なんで。コースターが乗せたくなっちゃうと、これ。なんで。ごめんごめん、じゃあ、もらえね。あれなんですって。優秀な人間とかね、めっちゃできる人間とか、はい、優しいうんぬんかんぬんっていろいろあるじゃないですか、はい、で、人間って形成される時って、うん、物心ついてから形成されるじゃないですか。幼少期の問題もありますよ、うん、めっちゃ DV 受けるとかあるんですけど、一番最初に例えば就職とかした時に、はい、めっちゃ厳しい上司でめっちゃできるやつね、はい、に育ったらめっちゃできるやつになるんですって。一番最初にかかった人がめちゃくちゃ優しくてちゃんと道徳ちゃんとしてる人だったらその通りになるんですって。最初が肝心ってことなんですね。一番最初に物心で社会に出た時、一番最初に尽くす人が一番大事なんですよ。社会に出た時、はい、それも統計で出てるんですよ。年齢じゃなくてですか。じゃあ16歳で、あ、まあ、社会に出た時です。16歳の時そもそもなんか形成されてないじゃないですか、あんまり。まあ確かにね。じゃあ20とか21、22、ちょうどいいぐらいの、まあ、18以降ですね。
それデータが出てるんですよ。どんだけ優秀な会社入っても上司がクズやったらクズなんですって。上司が盗ったら盗むんですって。いや熊田さんとか最高の上司であったんじゃないですか。そんじゃないですか、まあ、環境良かったです。めっちゃ19で上京してきましたけどね、うん、なんかそういう人いたんですよ、うん、じゃあ。でも事務所メンターみたいな、事務所の社長もまあすごい育ってくれてるから、うん、同じ会社なんですけど、ね、そうそう、だから熊田さんは理にかなってて、うん、だってやっぱ芸能界ですけど社長が目の前にいる会社じゃないですか、言うたら、うん、そうですね。だから社長の横にいるっていうのもドベンチャーの会社で育ってる OL なんで、そうかそうか、それは仕事できますよ、うん、だ芸能人ともそうなんですよ、うん、僕もね、あの事務所とかやってるんですけど、いいんですかって言われても絶対言うのが、うん、どのマネージャーといいんですよって言うんですか、そしたら。いや、言わないですよ、どのマネごめんごめん、なんかごめん、真剣な話ごめんなさい、うん、なんかそんな歌ありましたもんね。いいんですか、いいんですいいんですよ、いいんですよってね。なんか2人しか分からない、なんでふわふわするのに 言っちゃうんですかね、言葉で、はい、すいませんじゃあ許してください、握手握手、全然握手なんていくらかしますけど、すごいんだよね。お互いに豆がちょっと、うん、豆見して、豆見して、豆、うわ豆すごい、あ豆定期的に切ってるけど見て、触ってみろ。いやほんとだ、みんなすごい。いやなんか手がすごいな、指がめっちゃしっかりしてますね。もう握んなきゃいけないんで、手大丈夫、これ綺麗。何をどうしたらいいとかあります？まあ、時間ほらラマさんのさっきの話の腰はとかいいんですか？面白くないの、面白くないじゃん。いや面白くなかったから、うちの視聴者リテラシー高いから、お前とも違うから。聞きたい芸能界でもそうなんですけど、うん、どんなちっちゃい事務所でも、うん、さっきの会社と一緒で大手入るか関係なくて、一番最初に会ったっていうか、その出会うマネージャーで売れるか売れないか決まるじゃないですか。マネージャーがクズやってマネージャーが何もできへんかったら結構きつないですか。確かにね、ずーっとその人入りました18です分からんくて、マネージャーとお前やっとけよって言われた人間が全然できへんかったら、自分より能力低いのタレントよりマネージャーがすごかったらそいつ多分伸びますよ。なるほどね、引っ張られてて出会う人めっちゃ大事なんですよ、うん、なるほどね。そうなんです、ただ僕も事務所の時いつも毎回言うのは、それもう出会ったマネージャーやから、その人のこと本気で好きにならないとこっちも本気であのマネージングしないから、なるほど、それも絶対大事だからって話して。そこはすごい感じますね。なるほど、そうなんですよ、気持ちって伝わりますもんね。だからコースターの上になんでサラオくんどういうあれ習わし、もう行きたいんですよ、ちょっと中華料理と思って置きたくなっちゃうね、置きたくなっちゃう、高さ出さないとやっぱいけないから。エビで最近習ったらわかるやん、エビのやつね。まあまあそんな感じでいいですか今日は。はい、大丈夫ですか、はい、ラファさん。僕全然今のところはい、よかったです、元気そうになってくれてね。ね、よかった、はい、この後占い、今日の占い、はい、今日の占い、今日の占いっつって、目覚ませ、今日の占いとか見た、目覚ませの6時58分に流れるやつになって、平成初期のやつ、あれね、意外と沼るんすよ、あ、でもあれちょっと気になっちゃいます、意外と沼るんすよ、あそこだけ見ようとか言うんすよ。なるほどね、意外とね、しかもその日、アップされた日に見ないとダメですもんね。いや、違うさ、見た日がその、あなたがその日のラッキーな日なんで、あそこじゃあ何回も見る日もいいんですか。そうです、そうです、タロット占いとかの動画とかもあるんですけど、見た日があなたの運勢なんでっていう、あそこなんですね、今日何日とかそういうことじゃなくて。じゃあどうしよう、まとめて見る人どうしよう。そんなアホでしょ、そんな人じゃだって、いやいや、私とかね、時間あった時まとめて見るんですよ。そうそう、うっとうしいね。一個一個見ろよ、うっとうしいって、ゲストに来てうっとうしいってひどい。いやまあそんな感じで、これからこの3人意外と合うような気がするな。まあ確かに、まあ2人よりは3人いてください。2人めっちゃ嫌だ。いやもういつか2人でお願いしますよ。なんで、ちゃんと会話が成り立つ人が好きなの。ちゃんと成り立ってるじゃん、成り立ってるじゃん、わけわかんないこと、めっちゃ成り立ってるじゃん。成り立ってるってずっと子供のお世話してるみたいな。成り立ってるじゃないですか、成り立ってない、もう中学生のところ。じゃあ今度勉強してきますんで、ちゃんと会話それで判断してください。次このさんにこれ評判良かったら、このさんにまた何かやります、ね、お願いします、はい、ご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえラブさん、なんで私の写真集そこから撮ったんですか。いやいや、置いてましたけど、ずっと。いや、ずっとじゃん、ずっとって、ラファさんのずっと、いくつのこと、ずっと置いてたんですけど、ずっと置いてると、写真集来る女性とか、なんかいろいろ、その嫉妬とかじゃないですけど、あれ、いや、ほぼ裸みたいな、全裸みたいな写真じゃないですか、表紙が。うん。じゃあ、裏にしたら、裏表紙、裏表紙。で、それ置いてると、またなんか言われるんですよ、嫁も。見るしね、たまには。だって置いてくださいって言ったから別にいいじゃないですか。いやそれ熊田さんのやつだけ特別に置いてたらなんか、いや特別に置いてください、特別だから。いやいやいや、かそう特別だから意味合いが、この画面を通して特別だから言い方また勘違いされるんですよ。いや勘違い、だってこんなにオープンな動画のところで出してるんだから、はい、全く問題ないですよ。勘違いされるんですよ、熊田さん。されない、されない、こんなオープンなんだから。されたところでじゃないですか、何もないんだから。勘違いさしとけばいいんですよ、勘違いする人は。いや置いときますね、でもこの配置な感じで置くとおかしいでしょ、この今のこの、おかしくない、この配置な。ここにポスター貼ってくださいよ。自分のポスターなんて貼らなあかんのよ。大きなポスター置いてくださいね。
ポスター嫌やってもう、だからここの棚はなんかもうおかしくなるんですよ、ああいうの置いてると。でも同じ。セクシーやから。同じの置いてるじゃないですか。いや、あ、そうそうそう、これ両方とも、あの、比率同じにしてるんですよ。ね。物を。これがいいかなと思って。でも空いてる棚があるから。いや、そこ、あそこに置こうとすなよ。じゃ、またやりましょう。お願いします。ありがとうございました。この占い、カウントダウン。最も良い運勢なのは、サソリ座のあなた。気になっていたことが吉と出る、アクティブに行動を。さあ、つって、4位は水亀座のあなた。新しい発見に気分も上がりそう、何事も行動を。6位は手座のあなた、 TPO を考えたファッションを。8位は獅子座の人、転職を考えているなら本腰を入れて情報収集を。11位はお羊座の人、気になるあの人と仲良くなれそう。そして明日最も悪い運勢なのは、ごめんなさい、蟹座のあなた。噂話に振り回されないように相手を信じて。でも大丈夫、そんなあなたのラッキーカラーはテラコッタ。明日もあなたに幸せがありますように。恋愛専門霊媒師佐久野先生監修の公式 LINE はこちら。毎週恋愛や占いに関するお得な情報を無料配信中。Are we living in a fake box? Are we living in a fiction? Are we living in a